天下分け目の戦いと言われた関ヶ原の戦い。当初は長期戦が予想されていましたが、西軍諸将、特に小早川秀秋の寝返りが大きく、予想に反してわずか半日で東軍の大将売りにて決着しました。しかし西軍が圧倒的に不利だったわけではなく、東軍は家康の息子徳川秀忠率いる3万数千の大部隊が名将真田昌幸のこもる上田城で足止めを食らい、関ヶ原の戦いが半日で決着したこともあって、関ヶ原の大一番に間に合わないという大幅な戦力ダウンがありました。また明治時代に来日したドイツ軍参謀のクレメンス・メッケルは関ヶ原の戦いの布陣を見て西軍の勝ちと言ったという逸話が残っているほどで、西軍が勝っても全然おかしくはなかったのです。しかし先にも述べた通り、西軍が敗れたのは小早川秀秋をはじめとした西軍諸将の寝返りが大きかったことは否めませんが、それがあっても西軍は戦いようによっては十分に勝てたのではないでしょうか。そう思える一つの理由として、島津義弘、立花宗茂という二人の地位と尋常ではないくらい高い能力を備えている武将の存在があります。関ヶ原の戦いにおいて2人は西軍に属していましたが、立花宗茂は主戦場である関ヶ原ではなく大津城攻めに参加していましたし、島津義弘は関ヶ原にはいましたが、わずか1500ほどの兵しか率いていませんでした。もしこの2人が西軍主力として関ヶ原の戦いに参加していたら、小早川秀秋たちの寝返りなんてつゆほども影響なかったなと、西軍にとって笑い話で済んだ可能性は十分あったのではないでしょうか。そう思えるほどこの二人の武将はずば抜けた能力と可能性を秘めていました。ではそう思えるほどの二人の圧倒的な実績を見ていきたいと思います。島津義弘。島津義弘は島津家十五代当主島津隆久の次男として生まれ、自身も17代当主になっています。幼少の頃から父隆久と祖父実親斎の教育のもと育ち、特に英明神徳の将と言われた実親斎からは勇武英略をもって傑出すると評されるまでに義弘は成長しました。実親斎から学んだ孫悟の兵法によって少数精鋭を利する戦法を完成させ、それが後に慶長の役や関ヶ原の戦いで生かされることになります。天文23年19歳の時に岩剣城攻めで初陣を飾り、元亀3年には300の兵でその10倍となる3000の伊藤義助の軍を破り、日向へと進出していくことになります。天正6年には当時九州最強を誇っていた大友宗麟の軍と耳川の戦いで激突し、大友軍を壊滅させる働きをしています。大友家はこの戦いの敗戦により衰退していくことになります。その後島津は次々と大友領を攻略して領土を拡大していき、九州平定は目前というところでした。ところが天正14年、大友宗麟の要請により九州へ出兵した豊臣秀吉の大軍と相対することになった島津軍は、へつぎ川の戦いこそ勝利したものの、その後は数で圧倒的に勝る豊臣軍を相手に劣勢となり、島津家当主義久は挺発して降伏します。義久降伏後も義弘は飯野城に籠城し徹底抗戦を続けますが、義久の説得により義弘も降伏することを決め、島津の九州平定は夢と消えました。秀吉が天下統一し豊臣の世となってから行われた俗に朝鮮出兵と言われる文禄の役、慶長の役での義弘の活躍といえば、慶長の役での四川の戦いでしょう。慶長3年、秀吉が亡くなり明
朝鮮側と和睦を結んで朝鮮から撤退するようにと日本にいる徳川家康たちから指示が届きますが、明と朝鮮は和睦をする気はありませんでした。四川省の島津軍を攻めた明・朝鮮連合軍は10万とも20万とも言われた大軍でしたが、義弘率いる島津軍は約9戦でこの大軍を撃破してしまいます。この戦いで島津軍は約3万8千の敵兵を討ち取ったと伝わるほどの大勝を収め、和睦をする気のなかった明と朝鮮はこの戦いによって戦意を喪失したと言われています。その後朝鮮半島からの撤退の最中、順天上に孤立した小西行長の救出に立花宗茂らと向かい、最終的に行長を撤退させることにも成功しています。立花宗茂、陽明戦熊丸こと立花宗茂は15歳で元服し、初陣もその年に飾りました。実父高橋常雲、養父立花同説という大友家の中でも希代の名将である二人を父に持ち、名将になるべくしてなったという境遇で育ちました。耳川の戦いで大敗して以降、衰退の一途をたどる大友家、それとは逆に勢いに乗り九州制覇に向けて北上を続ける島津の軍勢は織田信長の後継者となり、天下統一に邁進する豊臣秀吉の停戦命令を無視して、まずは宗茂の実父である高橋常雲のこもる岩屋城を落とし、その勢いで宗茂の弟宗正のこもる宝満山城を降伏させ、いよいよ宗茂のこもる立花山城を取り囲みました。しかし秀吉の九州征伐の10万を超える大軍も迫っており、島津軍は一旦退却することになります。宗茂はこの退却を見逃さずに追撃を開始し、島津勢が落とした高鳥居城を奪い、実父高橋常雲が最後まで守った岩屋城も奪還しました。その後豊臣軍が九州に上陸すると、宗茂は合流し、秀吉の命で島津攻めの先鋒を務めています。さすがの島津も豊臣軍に数で圧倒されると戦意を喪失し、秀吉に降伏。島津の九州制覇の夢はここについえました。宗茂は筑後4軍13万石を与えられ、大友家から独立し大名となります。秀吉からは忠義西国一、豪遊西国一、上方にこれほどの若者はいないと称賛され、小田原の北条攻めの際にも参加大名の前に徳川家康家臣本多忠勝と共に召し出され、東国に隠れなき勇者本多平八、西国無双の誉れの者立花左近の証言、東西にそれぞれ無双の者ゆえ対面を許すと秀吉から絶賛されています。文禄元年に始まった文禄の役で宗茂は第6軍に2500の兵を率いて朝鮮半島に渡っています。宗茂は南大門の戦いで勝利し、小西、黒田の危機を救うなどの活躍を見せます。竜戦の戦いでは3000の兵を率いて敵に包囲された小西行長の救出に向かい、途中で3000の兵と脱出してきたその行長と遭遇します。行長がそのまま逃れていこうとするので、宗茂の弟が合わせて6000の兵で敵を迎え撃つべきと引き止めようとしますが、敗れて負け犬のようになっている連中は役に立たないと小西勢をそのまま逃げさせたといういかにも宗茂が言いそうな話が残っています。この戦いで宗茂は敵兵一戦を討ち取る活躍を見せました。その後の壁堤間の戦いで3000の兵を率いて先鋒を務めた宗茂は明・朝鮮の連合軍10万以上を相手に日本軍を大勝利に導き、この奇跡的勝利の報を聞いた加藤清正は先陣は立花であろうと言ったと伝わっています。
この戦いでの大敗が明の皇帝が日本との和睦を考えるきっかけになったと言われています。慶長2年からの慶長の役でも宗茂の活躍はとどまるところを知りません。邯郸の戦いでは明・朝鮮連合軍約5万をわずか800の兵で打ち破り、ウルサン和城で加藤清正が数万の敵軍に囲まれた際は約1000の手勢で敵兵約2000を討ち取り、籠城していた清正たちを救出し、清正から日本随一の優勝なりと称賛されています。その慶長の役は慶長3年の秀吉の死によって終わりを迎えることになります。関ヶ原の戦い。残念ながら島津義弘、立花宗茂の2人は関ヶ原の戦いを主力として戦うことはありませんでした。島津義弘は島津家のお家騒動もあり、1500ほどの兵しか率いてくることができなかったのです。義弘は薩摩勢を攻めて5000連れてきていれば今日の合戦は勝つだろうにと合戦の最中に言っていたそうです。義弘は西軍が総崩れとなると福島正則軍の正面を突破し、井伊直政らの追撃を振り切り関ヶ原の戦場を離脱します。この時1500いた兵数は82まで減っていたと言われるほど壮絶な撤退戦でした。一方大津城にいた立花宗茂は関ヶ原での西軍敗北を知ると大阪城に籠城し、家康率いる東軍との徹底抗戦を主張しますが、大阪城にいる西軍総大将毛利輝元が籠城を決断できないでいると腰抜けどもの口車に乗って味方した私がお人よしだったと帰国することを決めます。その帰国する船で宗茂は関ヶ原を突破してきた島津義弘と偶然一緒になります。宗茂にとって島津は実父高橋常雲の敵になります。家臣が敵を討つ機会ですと進言すると、太閤の取りなしで水に流したことだ、今は秀頼気味に共にお味方して敗れ、帰国する途中相手が少ないことを見て討ち取るなど薄汚いことだ、男の振る舞いは潔くなければならんと家臣を諭したという、これまた宗茂らしいエピソードが残っています。こうして2人の関ヶ原の戦いは2人の実績を知っている人間からすると物足りなさを感じるまま終わることになるのです。もし島津義弘が関ヶ原の戦いの最中に言っていたように5000の兵を率いていたら、もし立花宗茂が1日早く大津城を落として関ヶ原の戦場に間に合っていたら、西軍 B 機の人間なら想像せずにはいられないのではないでしょうか。本日の動画はこれで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。